宗児原著、元素の新補充、補充新井遠六修正道二23年所、新井遠修六、または、新井遠六は、中国南宋の司法官僚であった宗児の著書。世界初の本格的な法医学書とされる。淳助7年に書かれた、この本は、前後間53章で構成されている。当時における、検視の方法と注意する点などについて、 細かく記されており、遺体の死亡状況や損傷の具合などから死因や死亡時期などを鑑定する方法の判別方法が詳細に体系化されている。例えば、同じ死因でも遺体の特徴から自殺か他殺か、他殺の場合はすでによるものか道具を使ったものなのかなどといった判別が簡潔にできるようになっている。その他、 まだ生存しているものへの蘇生法や応急処置、検視や遺体の取り扱いに関連した法令などについての記述もなされている。なお署名、荒い園収録の荒い園とは、冤罪を進むとの意味である。記述された時代の医学水準の限界により、現代医学の観点から見れば明らかな誤りや、信じ難い記述も散見されるが、前述の利点によりこの書は中国で、 後々の治安、司法を扱う官僚たちにとって必須書とされたのは、もちろんのこと、日本や朝鮮といった周辺諸国、さらには遠く、ヨーロッパにまでも伝えられて、近代法医学の成立まで法医学の原点として、世界的に徴用された。現在入手可能なものとしては自殺か他殺か、事故しか、病死か、自然死かと、同じ窒息死でも自殺か他殺か、 他殺の場合は手で締め殺したのか紐などを利用したのか、首をつって一晩経過したものでも適切な措置を施せば蘇生する等々。ありがとうございます。